スイカもしましたね。ちょっと ちょっとだけ爆睡かもしましたね。はい、びっくりしちゃった。はい、こんばんは。なんか疲れて死んでた。最近疲れてよく死ぬ疲れて死んでました。すみません。お疲れ様です。へへへへ。お疲れなのは気になりますが、よく眠れ、うん、眠れた。あのさ、え、でもなんか疲れに効く、疲れてる時にピッってなるものなんか知りませんか？なんかあの、でも命の前髪にはしたくないんですよ。一回モンスターじゃなくて、なんだっけ、レッドブルで、あの本当に翼授かりそうになってたので、あのそれはちょっと良くないなと思って、そう、あ、本当に翼を授かりそうになったっていうのが死にかけたって意味なんですけど、レッドブル飲みすぎて死にかけてたことがあるのね。だからあ、そうそう、チョコラ BB ライト派です。カロリー低い。マジ？それはいいこと聞いた。それはいいこと聞いた。なんか、うん、よく寝れるとかっていうのじゃなくて、なんかこうピッってするやつがいい撮影とかでさ、眠いなって思ってても次もありますってなって、わー、ちょっと目開かないなみたいな時にピッってするやつ飲めたら一番いいよね。そう、シャキッとする系。なんかさ、こんなこと自分で言うのあんまりあれなんですけどなんか、ま、病院にいてクソデカボイスで、まあ中井梨花さんって呼ばれるんです。で、すごいちょっとなんだろう、恥ずかしいから病院でね、あの中井梨花さんって呼ばれるのちょっと恥ずかしいじゃないですか。だから意を決して言ったんですよ。あの、あんまりこうちょっと表に行ってるお仕事であの、あんまりこう名前を呼んでほしくないんですよって。そうそう、で、あのちょっとあの、それでまあ盗撮されたりだとか、なんか変なね、被害に病院を巻き込んじゃうかもしれないので、お母さんの、あの病院はどうしても保険証があるから無理なんですよね。そうそうそう。で、まあ、ちょっと言って言ったんです。そしたらもうすごい配慮が始まってなんか、あ、わかりました、本当にすいません、気が回らなくてみたいな。すごいいい人で、あの看護婦さんね、すごいいい人、本当にすみません、気が回らなくて、今後気をつけるようにしますのでって言って、で、
じゃあもう会計も全部こっちの部屋でできるようにするのでみたいな、すごい配慮、あそこまでしてもらわなくてもいいのにと思ったんですけど、すごい配慮をしてくれて、そうそう、でなんかあの、いや嬉しいんだけどさ、なんか嬉しいんだよ。で そうなってから初めて病院に行ったらめっちゃ面白かったのが、なんかすんごいそーって開けて、あの逆ゆえだつ、あのありがたい、ありがたいけど逆に逆にすごい目立つなと思って、あのそんなそこまで気使わなくていいですよ本当ですかって言って、なんかでもちょっとやっぱあのなんて言うんだろう、ベテラン看護師さんみたいな方でチャキチャキしてるおばちゃんみたいなイメージなんですけど、その方がすごい面白くて私一人で爆笑しちゃってす、もうなんかあのさーってこう高井さん忍びなのって思って、めちゃくちゃ面白かったんですよねちなみに、うん、でやっぱ中井理香っていう名前がさ目立つんだよね、なんかわかんないけど、わかる、これがさなんか斉藤理香さんとかさね、なんか佐藤美香さんとかだったら まだなんか紛れるじゃん世に中井理香ってなんか絶妙に目立つ名前じゃない、なんかお、なんか読みも字面もなんかだからすごい嫌なんだよねなんかフルネームでそう呼ばなくなった、フルネームあの中井理香さんって呼ばれな、でかクソデカボイスで呼ばれなくなったわけ、まだ良かったかなと思ったんですけど、あのすごい面白い感じになっちゃって、私もうなんかほんと一人でコントみたいだなと思って笑ったんですけどあのわかる、でさこの風貌が来るわけじゃん、中井理香さんって言われてこれが来るわけじゃないですか、もうザ中井理香みたいな、わかる、今気づきました、あ行と異行だけでくっきりした響きですね、そうでしょう、いやなんだよねなんか難しい名前がよかった、3文字ぐらい、ね、城の内とか岬ヶ浦みたいななんかそういうさ、そしたらなんかお嬢様っぽいじゃん、目立つんだよね中井理香って、本当にどこにいても、うん、なんかまあこれじゃなかったらいいけど、これが来るからね、しかもこのフォルム、この顔が来るからそりゃ目立つよねっていう、なんかだって決して地味じゃないじゃん画が強いというか、なんかなんというか、その自分で言うのもあれですけど、なんかちょっとあのまあ目立つタイプなんです一応ね、うん、分かっていただけたらいいですけど、
自分の本名好きですか？私すごい目立つなって思って恥ずかしくなっちゃう。これがちょっとさ濁点とか入ってたらさまだ紛れたのかな、ように中井美香ってもうなってザアイドルな女みたいな、なんかわかる言いたいこと。名前までカーチーということ、いや、うん、本当にいっぱい名前がある中でリガの名前めっちゃ目立つんですよ。 NGT でさ例えば出演メンバーとか書かれてるとパッて一瞬で目に入る名前してて、なんかありがたいんだかどうなんだかっていう話なんですけど、画数少ないと、うん、逆にね、なんかみんながすごい感じ、すごい素敵な名前をいただいてるっていうのもあるかもしれないけど、ひらがなというのも視覚的に、そうそうそう、だからめっちゃ目立つし、なんか書くのも楽だし、いいっちゃいいんだけどね。ひらがなの名前憧れる。ひらがなの名前、うん、読み間違われることないからね、わかりやすいよねそうで、なんかわかんない雰囲気、みんなの感性はどうかわかんないけど、見てさ、これが見てさ、リカちゃんっていう、わかる？名は体を表しすぎてる感あるよね。うん。リカちゃん感強い、そうそう、よく言われる。他の名前あんまりこう当てはまらないすっごいすっごい簡単な名前、すっごい難しい名前か、どっちかにでも触れててよかったなって、やっぱ平凡を嫌うので普通じゃなくてよかったとは思うけど、でもなんか簡単すぎても簡単すぎ、日常生活がね送りにくいっていうのはありますよね。名前も容姿も可愛いですよね
なんか言うことなくなったら褒めとけばいいみたいなさ、そういう感じない？最近大丈夫？大丈夫そう？最近みんなに褒められる、よく。小学生の頃は名前の画数少ない方が強いと思ってた。え、逆じゃない？小学生の頃とかなんか難しい漢字の子の方が羨ましかったけど、私。おびめって呼ばれることあるの？うん、スタッフさんとかおぴめさんだよマネージャーさんおぴめさんって言われる。だって中井さんって呼ぶと機嫌悪い時は名字で呼ばないでくださいってなるから機嫌悪い時ね、つまりご飯食べてない時、ダイエット中だから今ダイエット中って名字呼ばないでくださいってなるからFF 親に名前ひらがなにしてってお願いしてくる、ひらがな名前って可愛くて羨ましい。そうか、怖っそう、だからみんな多分私に、裏では仲居って呼んでるだろうけど、私に対してはリカちゃん、おぴめさんって呼ばれます。うん、でダンスの先生だけはりーちゃんダンスの先生はりーちゃんはここって言って教えてくれ、優しいから。うん、なんかななこもりーちゃんスタンプくれたりーちゃん呼び流行ってる最近。でも理科的には理科って呼ばれるのが一番嬉しい。なんかだいたい公的な場所とか、そのみんなの前とか、私のことは私って呼ぶようにしてるんだけど、なんか気抜いたりとか友達といる時ってなんか理科はってなっちゃうから、なんかもうね26歳になるからそろそろ自分のことを名前で呼ぶのはやめたいんですけど、でもやっぱ気抜くと出るよね。理科のやつはとか、理科も食べたいとかなんかそう、これ直したいんですよね。親しくならないと下の名前では呼びにくい。でもさ、下の名前で呼び始めたら親しくなれるみたいな逆説ない？リカちゃんの一人称はリカなの可愛くて好きや。でもあのみんなの前とかちゃんとした場所とかでは私って言いなさいってあのお母さんに言われるのでお母さんに言われたら言うこと聞かなきゃいけないからそう、お母さんとお父さんにあの理科って自分のこと言うのやめなさいってずっとこのね、あのアイドルになってから8年間ぐらい言われ続けてるので、ちょっとあの気をつけるようになってからあんま呼ばなくなったけど、
そう出てるよね、たまに。ショールームでも出てるし、公園でもたまに出てるし、だいぶなくなったんですよ、だいぶそういう気の緩み。うん、私のことは私って呼べるようになってきたんですけど、そう、あのひどい時リカ姫はーって言ってるからえ、でもリカ姫もひどい時ね、ひどい時そこ何も違和感を感じない我々え、リカ姫はって言っていいよ、たふざけてる時のとかはね、そうなっちゃうね。でも私が私以外の人で自分の名前に姫をつけて自分のこと名前で呼んでるやついたら張り倒したくなるから、多分相当きついんだろうなと思うんですよ。だからさ、そろそろ直していきたい。リガタンはそれで正解だよね。うん。リガタンって呼んでるの、アユとチッチぐらいだな。リガタンって呼ばれるの、アユとチッチと。ぐらいかな。リカ様なら全く同じリカ様って呼んでくる人もたまにいるよねそんな大層なものじゃないのに。リカ姫はリカ姫、ありがとう。でもなんかさ、初手ですごい、でも人によるんだけどさ、あの初手でさ、グイグイリカって呼び捨てで呼んでくるウォトコ嫌いなんだよねウォトコ、ウォトコはなんかちょっとあの距離感を誤らないでほしい感はあるよね。初手さ、いくら私が名字で呼ばれるの嫌だからってさ、呼び捨てじゃちょっとって思わない？なんかでも勘違いの人たちいるから疲れ様ですって感じだけど、初手呼び捨てはやばいよね。ちょっとなんか距離感バグってんだけどこの人みたいな時ある。今日なんか変なの多いな。ねえ、そうだよね、アイドル様に限らず。いきなり、いやでもいやこれあのなんかで、まあ、持論であり暴論なんだけど、自分のことをかっこいいって思ってる
勘違いさんが結局私のことをリカって呼んでる感ありますね。なんかちょっとリカちゃんが無難ですか。最初はねやっぱりねリカちゃんとか、うん、リカの後にちっちゃいあがつくと一気に警戒レベル。うん、まあそうだね。なんか多分自分で感じてないんだろうね。そのなんか私とかあんまり初対面でなんかリカとかって呼ばれたりすると背中ゾワゾワしちゃうんですけど、あゾワそのゾワゾワを感じられない人だみたいな、その時点で私と価値観が合わないっていうのは、まあリカピッピは別にいいけど好きに呼んでくれ。リカちゃん呼びしかできません。うん、あでもファンの人で呼ぶのはリカ姫、リカちゃん、オピ姫。他の子のファンとかも結構リカちゃんとかリカ姫ちゃんとか、初対面で呼び捨てファンタジーはね、うん。でもリカは他の子をしてるファンの人になんかリカ姫とかって呼ばれるの別に嫌いじゃないなんか名字じゃなければ嬉しいなっていう感じ。でも私が新幹線でなんかおのずと盗み聞きすることになってしまったウォタクの会話は中井さんって呼ばれててちょっと傷ついたんだけど、リッチャは、うん、独特だね。リカちゃんさんリカ姫さんとかたまにいるね。佐藤海里って言うんだけど私のことをリカ姫さんって呼んで、でも最近はずっとリカさんだけど、あそうそう不慮のなんか新幹線の席が後ろで7個の卒業公演かなかなんか終わりぐらいに、私東京で仕事あるから移動しなきゃいけなくて、その時ぐらいにまあね前後になってしまったウォタクがいたんですけど、そのウォタクの男がなんかすごい会話してるのが聞こえてきちゃって、私も意図的に聞いてたわけじゃないんですけど、まあ結構大きめの声でねお酒なんか飲みながらお話しされていたので、まあ、聞こえてきちゃったんですけど、なんかすごいねでも MC できるメンバーいなくなっちゃいますよねみたいな、まあ中居さんも中居さんでねあれですごい頑張ってくれてますけどみたいな話されてて、すごいなんかわわー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 本人 ご登場してますよこんにちはって思ってた英語のニックネーム考えよう。どういうこと？英語のニックネームってどういうこと？英語のニックネームって何？リカンゼルです、リカンゼル、どうぞよろしく。本人がいるとは夢にも思わないだろう。そうだよ、すごいなんか偉そうに語ってらっしゃるなと思って、私は後ろで携帯じながらニヤニヤ聞いてたけどほんとどうするんですかね NGT MC メインいなくなっちゃいますよみたいな
そうで、なんか何の話してた、あ、そうだ、なんか一人が結構ベテランボタクで、もう一人が初心者ボタクだったのよ。でどっちもボタコだったんだけど、そのボタクのボタコの会話を聞くに、なんか握手会とかイベントでどうやって申し込んだらいいんですかみたいな、その初心者ボタクにあのベテランボタクが教えてあげてるみたいな、構図だったんですね。でなんか、わ、でも長野でイベントある時とかは僕も近いので行くようにしてますねみたいな、すごい偉そうに言ってて、なんかあのでもちかなちゃんとかだとね、三代田町でイベントとかあったりするんで行きやすいですけどねみたいな、新潟となるとね、卒業ってなったらまた別ですけど、なんとかかんとかみたいな話をしてましたね。すごい、でもなんか、あー、オタクってこういう会話するんだって思った。これがウォンナだったらまた変わってたんだろうなっていう、あのウォンナボタだったら、あのもうちょっとこう、なんだろう、今日の何々ちゃん可愛かったねみたいな、てか衣装もすごい似合ってたよねみたいな会話になるんだろうなと思って、すごいなんかこれがウォンナとウォトコの違いかと思って、私は後ろで聞いてました。どうしてモブモブなんだ。うん、そういう会話でしたね。おもろかったけどね。え、どんな会話してんだろういつも。でもなんかそんな感じで私たちアイドルがいないところでさ、知ったような口聞かれてると思ったらちょっと勘に触るな。でもリカちゃんはああ見えてこうこうこうだからみたいなことを言われてるってわけでしょ。まあそれがアイドルのなんかね、差がなのかもしれないですけど、うん、どんなに頑張ってレッスンしてさ、リハしてさ、やってても「リカちゃんはこうこうこうだからこうだよね」みたいな知ったような口をどこかで聞かれてると思ったら、あのなんかちょっとうざいっすね。なんかちょっとうざいっすね。何これ、なんかチカチカしてんだけど、あ、ピカピカだわ、ピカピカしてんだ、何このあれ、ピカ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 、私の名前はリカです、ピカって誰ですか、誰よその女。オタクトーク本人に聞かれるの普通に恥ずそう。いやでもみんなのちょっとモニタリングしたいね。どういう話してんのか、なんか偉そうに知ったような口聞かれてんだろうな、モニタリングしたい。今日のリカちゃん機嫌悪かったねみたいな。うるせえ、ダイエット中なんだよ。ダイエット中なんてな、世界中の女がな、そうにして機嫌悪くなるし性格悪くなるんだからな、そこら辺の配慮できない男が悪いよね、もはや。
2割かよ、モニタリングされたらはずすぎて。いやでもしたいんだけど、ちょっと何の話してるんだろう。え、なんかそういう話してる？リカちゃん今日機嫌悪かったねみたいな、早くダイエットやめてくれないかなみたいな、そういう感じなの。でもリカちゃんはまあああ見えて優しいんでなんとかですよみたいな、めでて褒めちぎってる。いやそれだったら別に全然いいよ。リカちゃんは本当に可愛いなとかだったら、あの笑顔止まりませんけど、私だって私周囲にリカさんは本当にすごい人なんですよ。あ、そういうそういう人が増えればいい世の中に。リカちゃん可愛いしかない。まるまるのリカちゃん可愛くないって10回ぐらい言ってそう。でもそういう会話だったら嬉しいですけどね。もうなんかすんごいなんか、なんかやっぱ今日のリカちゃんめっちゃなんか MC も微妙だったよねみたいな話されてたらなんか乗り込みに行くわ、さすがに。乗り込んで胸ぐらつかみに行くわ。おいてめえ代わりにやってみるわ。もうステージ立ってやってみろおいって言いに行くわ。さすがにモニタリングしてそういう会話がなされた時には、評論家コメントがやっぱり NG。 てかまあなんかシンプルに何様となるよね、知らんけど。ハローリカちゃん、 We meet again How are you?私たちは また会いましたね。お元気ですか？ってこと ?I'm very tired. 今日もお疲れ様です。お疲れ様です。でもみんな、そう、でもね、私ね、ほんとショールーム、この、あの今辛い期間なんですよ。あのみんなに言いたいこと5000兆個ぐらいあるんですけど、5000兆個ぐらいあるんです。多分それはみんなにとっても嬉しいことで、あの昨日からまた昨日、え、昨日何個っつったっけ、昨日何個って言ったっけ、昨日何個っつってた、5000兆個あるんですけど、でもその5000兆個言えないんですよ。昨日5000個桁爆増えしててくさ。でも本当にあるんです。昨日5000個だった。いやでも5000兆個あんのマジで。でもさ言っちゃいけないじゃん、その情報解禁的に。だからなんかまあこう耐えなきゃいけないっていう。でさ、それって嫌なのかな。Hard work today, don't you? Hard work. Oh, very hard work. でも today じゃないんだよね。トゥデイじゃない、積み重ね、ハードワークの積み重ね。楽しみ増えるの嬉しい、楽しみだよ。でもさ、なんか
ちょっと考えるじゃん、あ、またお金かかるやつかなみたいな。だってみんなはさ、こう遠征費で CD でしょ、定期的に来る CD、 あとなんだイベントね、イベント、それは遠征費に入るか、遠征費 CD のお金、グッズ代とか結構金鶴代もあるよね、その飲み会代みたいな、そうオタクの付き合い、間違えた、オタクのウオタクの付き合い系ね、で結構かさむじゃん、だからなんかあれかなと思って、しかも3月畳みかけたからレイキャンディーとウサギのあの応酬をしたら、みんななんかヒーって言いながらオタクしてたから、結構あのあれかなと思って、幸せに還元される実質ただです。あ、本当？なんとかなるでしょって思ってる、なんとかしていこう。でも嬉しい悲鳴だったらいいなと思って、私はあれですけど、でも本当にあの みんな嬉しいと思う、あのウォンナもウォトコも嬉しいと思う、だからちょっとね、駆け抜けて青春してください。追いかけて追いかけて、でめいちゃんの羊の歌だこれ、いつまでもいつまでも、知ってる？この歌。めいちゃんの羊大好きだった、平成ドラマシリーズで私が好きだったやつめっちゃあるよ、女王の教室好きでした、で美しい隣人好きでした、あのなんか奇妙な感じがめっちゃ好きだった、半分怖い話やんこれみたいな、あれね、 Keep your head down の合唱代歌のやつ、東方神起か、愛した方が罪か、うわ、ノブプロもイケパラも平成シリーズですね、でもあのなんだっけ、うわ、ディアシスターも好きだった、ディアシスター、あの頃の石原さとみさんが出てるシリーズ全部好き、失恋ショコラティエとか、大和なでしこ見てました。金曜日のやつだよね、めっちゃ見てた私ドラマ、大和なでしこ七変化でしょ、極戦も見てたよ、プロポーズ大作戦も見てたよ、オーアウェイベヨーベイベーでしょ、ブザービートも好き、あとブザービートはあの相武咲さんがめちゃくちゃいい、あとねなんだっけ、流星の絆通ってないんです、流星の絆だけちゃんと見てない私、
でもあれでしょ、空に輝くよキラリでしょ。なんかうん、流行ってたのは知ってる。あとなんだっけ、家を買いましたみたいなやつ。君って君って泣いたりしないんだねよ。あ、そうそう、フリーター家を買うね、見てましたね。平成ドラマシリーズ、うわ、あと何見てたかな。あ、パパと娘のなんとかかんとかみたいなやつを見てたな。花壇も見てたよ。でも花壇はすごいなんかね、あの私が好きになるのは絶対にあのリアルだったらね、花沢類みたいな人なんですよ。でも私が好かれるタイプはあの道明寺なんですよ。わかる？言いたいこと。私全然道明寺みたいなタイプは全然好きじゃないんですけどなんか私のことを好きになる人はそういうタイプなんです。くっそ分かってくっ。でも私が好きになるのはあの半沢類なんですよ。わかりますよわかる？そのなんかガサツ俺様系、道明寺受け、そう、全国の道明寺受けがいい。花沢類、いや花沢類系は結局あの取られてんだよね。気づいたらうわ彼女いたみたいな花沢類系のこと好きになるんだけれども結局取られるんですよ。でなんか知らないけど道明寺系のタイプと気づいたらあれ、あ、よろしくお願いしますみたいになってることが多い。もうなんか、そうそう、そういう感じだったんだよね、学生の頃は。俺様ホイホイ、そう、全然好きじゃないのに台本台本通り。え、でもさ、なんかさ、可愛い男の子好きっていう人いるじゃないですか、たまに。私あれちょっとよくわからないんですよね。なんか甘えてくる系男子、ああいうのはね好きじゃないわけ。怖い。男ならシャキッとしてって感じ。私のおばちゃん心が、あんたそんなでね、嫁さんと子供と食わしていけんのって思っちゃうわけさねそう、なんかやばい、できるだけ屈強なさ、こうなんか男の人でいてほしいよね。頼もしいというか、え、でもいるじゃん、なんか子犬系の男の子好きみたいな、年下好きみたいな。わからない、やっぱ長女だからなのかな、これは。男であり男、そう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 、
なんか何もなくてもついていこうと思わせてくれる人、キモッとわかんじゃん。あーだそんなで詳しいけんの。草食系男子、草食系男子でもはびこってるよね世に。私全然好きじゃないんだけどな、あーた。うん、格闘技やってる人好き。あー格闘技にはあんまり惹かれないかも。筋肉も別にそんなにいらない。なんかメンタル面かな、どっちかっていうと。おおらかな強い人、なんか例えば結構精神的に辛いことがあってもあんまり表に出さない人というか、武士、あ武士かも。生まれてくる時代間違えてるな。さては。阿部寛さん的な。あーうんですです。いやうんまあそうだね。でも私ほらだから行くよ、好きなタイプあげます。小田切丈さん。小田切丈さんだから私の好きなタイプ。ジョニー・デップ、小田切丈。小田切丈さんが、かっこいいよね。かっこいいよね。水島、いやー共感しすぎて表情管理忘れる。最近の私の悩み、共感しすぎた時ってさ表情管理は忘れるよね。パーマ当ててるの好きなの、見た目の問題じゃないんよ、やっぱこう雰囲気というか。最近私さ境界すぎた時さ、表情管理はするる。可愛く言おうってする気がない。嫌すぎる。女子会なのかな。ユビアグッドガールズイフマリードウィズタクミ。あんたはいい女になれるから、あの匠の結婚できたらいいねみたいなこと。ありがとう斉藤匠さん。確かにでしょ、そっち系なんですって。仮面ライダークーガ、クーガ好きでした。あと平成ドラマシリーズの話に戻ると、ルーキーズ、ルーキーズも見てましたね。二人寄り添って歩いてました。海外日記が匠学習してて笑う。学習させてこ、まるでチャット GPT のように。ありがとうや、あー愛してるじゃまだ足りないけど、そばにいてよいとしい君へ。こうし間が空いて、みんなうなずいて、僕らの心満たされていく愛で。これ歌詞見ずに歌えるくらいにはグリーン世代なんで。それって奇跡言うてみんな歌ってましたね。
夢にときめけ、明日にきらめけ、ゴー、ニコガクゴーでしょ。あの頃の歌になってしまったけれども、だって曲流れて上がる曲ってさ、その頃の曲じゃない？極性のノーモークライねね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 ね、懐かしい。夏メロになってって泣く、わかる、夏メロだよもうね、あの頃が蘇る。アクアタイムズとか流れ大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫、ほら七色の橋、涙を流し終えた君の空にねえ見えるでしょ、色鮮やかに僕にも見える、やっと同じ空の下で笑えるね。靴ひもを結び直すとき、わ夏い、ちょっと待って無理これも極戦だった気がする。これでもめっちゃカラオケで歌ってた私。辛いとき辛いと言えたらいいのにな、ああ僕たちは強がって笑う弱虫だ、ああ、え、ちょっと、え、それって何年ぐらいなんですか、ちなみに。ちなみにちなむと何年ぐらい ?2000 何年、6年とか2008年とか。ちなみに2006年の4月の売り込ん CD シングルランキング、うわリアルフェイス、粉雪、粉雪、こなーいすごいジャニーズまみれだ。あ、エグザイルもいる。ただ痛くてもう会えなくて唇、バンプオブチキン、わースマップのディアウーマン入ってる。ウェルカム、ようこそ日本へ、すげー懐かしいな。ちなみに8月のオリコン見てみる？2006年8月オリコンランキング。あ、でも上半期シングルチャートで載ってるわ。すげえ、1年に何枚出してるの？同じところが。
大塚愛さんのフレンジャー入ってる、懐かしい。ワットもう名前だけで懐いけどいけてるかこれ。彩香さんの I believe my みたいなやつ、信じることが、湘南の風の純恋歌も入ってますね。2007年のオリコンも見てみよう。うわっすげえ、千の風になって、フレーバーオブライフ、つぼみ、小袋つぼみ、わあ、え、ここじゃん。7位に明日晴れるかな、入ってるよ。うわ懐かしいね。お尻かじりましょ懐かしいな。アクアタイムズのアルモンズってなんだっけ、どんな曲だっけ、わ覚えてない。え懐かしいね。ちょっと無理なんだけど、この話分かち合える人あんまいないからね。折れた淡い翼、君は少しじゃ、やばい、アクアタイムズ大好き女でした。実は青すぎる空に疲れただけさ、もう誰かのためじゃなくて自分の、懐かしすぎるんだけど、ために笑っていて、でんでん聞いたら泣いちゃう懐かしすぎるよね。どうこれ、その時代のランキングずっと見てられる、わかる。ただでの感謝のありがとうブラハラーディーみたいなでしょなんて言ったかわかんないけど、すごい好きだったあの曲。え、夏い夏い無理。ロードオブメジャーわかるよ、だってやってたもん普通にテレビで。え、ちょっと一回さ、だって2007年生まれとかがいるんよ NGT に。怖くない、もはや生きてた生きてたみたいな全然生きてたみたいな。え、2007年生まれいるよね。2005年生まれで遥かとかでしょ。怖いよマジで。全然生きてたけど、そりゃね、若い子をしてるおじさんのことロリコンって言いたくなりますよ。2008年のランキング見てみる？
ここで羞恥心です。羞恥心、羞恥心。 HY とかも聞き、もちろんもちろんもちろん HY だってもう泣くから無理だよ泣くから無理だよ。ポニョがこの辺だ。ポニョが8年。いや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 、何言ってくれてるんですか。最近ですって。ここにだって34位に虹入ってるもん、アクアタイムズの。マキシマムザホルモン、爪爪爪爪におなきーハイスクールワンしてんラスガイ。なんで歌えるんだろうね私懐かしすぎるんだけど。ジェロ、あなたおっていつも先やん。ジェロおるやん。ジェロ懐かしい。ジェロって聞くだけでもう夏。ミスチルのギフトがここですよ。だってもう上の方は J ばっかりなんであんま言えないですけど、うん、あ、ここに4位にグリーンの奇跡が入ってます。ここなの。背景、この手紙読んでいるあなたは入ってますね。やばいやばいやばいよ。ベビーボーイ、私はここにいるよ、どこも行かずに待ってるよ入ってますやばいやばい。愛を込めて花束を入ってますね、ここに。うわミスチルの花火も入ってる。花火ってなんだ、決して捕まえることのできないですか。悲壮感の悲壮感も入って、悲壮感悲壮感だよね。うわ夏い。うわゆいさんの涙色とかね。うわやばい。さよなら、いや言わせない、嘘よそばにいて。加藤ミリアさん入ってます。うーわ懐かしい。ゆいさんはハマりすぎた。ゆいさんはハローが好き。あの楽園の先に憧れている、でもねちょ。わ、グッバイで島変わる気がする、昨日までにの人おるやんそう、パラキスの主題歌ね。私の大好きなご近所物語の続編なんですよ、パラキスというのは。すぐ歌える、だから世代なの世代。
マジであれだな。いや、わかるんよ、全部の曲わかる。でもほとんどランクインしてるのがあの J Dear J って感じだから、ちょっとあのあんまりこう言えない。そう、うん、バタエラにとってのやっぱボルデモート感あるから名前を言ってはいけない、歌ってはいけないみたいな。そうそう、じゃ全然歌えるよ、だってあの頃流行ってた曲だから。だけど、ま、ちょっとやめとく、炎上しそうだし。ふーんAKB、 AKB はもう2000、10年にはいる。2010年には絶対いる。2010年ヒット曲、ほらヘビロテ入ってきてる。2010年ですよ、やっぱり。音楽聴くのね、多分大好きだったから、他の小学生とかよりも結構昔の歌も知ってるかも。だってほら1位がビギナー、2位がヘビーローテーションだよ、すごいね。で5位にポニッシュ入ってるし、 AKB、 AKB、 嵐、嵐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 、 AKB、 嵐、 嵐、 AKB、 嵐、 嵐、 AKB、 嵐、 嵐、 カトゥーン、 AKB、 スワップ、な感じですすげえなー、申し訳ないけど全部歌えるやばい、おなら恥ずかしくないよ、ピラメキ体操入ってる恥ずかしからずにパペピプーじゃ、女の子だって出るときゃ出るのよ、パピプーペプー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 、懐かしい。え、申し訳ないけど全部歌います、はい。ここのランキング、ビギナー、何もできない、すぐにできない、ヘビーローテーションも歌えるでしょサインのトラブルメーカーも歌えるでしょ、まあでモンスターも歌えるでしょでポニーテール自身も歌えるでしょ、もちろんね。ハテナーイソーラーも歌えるでしょ全部歌えるんだって、うん、チャンスの順番も8位に入ってるよ、うん。あ、でもこの辺の嵐の曲わかんない、 To be free とかあったっけ、わかんない、ラブユーセーフね、ラブユーセーフね、あーもうこれ歌えるでしょあんま歌っちゃいけないけどもう無理しな、で、桜のしおりももちろん歌えるでしょ。スマップの This is Love わかんないの、また君に恋してるも歌えるでしょ。東方神起のブレイクアウト、あれどんな曲だっけ、ちょっと絶対曲聴いたらわかるね、うん、やばい全部歌えるわ、ちょっとやめとこね、本当にすごい、この辺だってめっちゃ、ちゃうめっちゃ音楽聴いてたんですよ、もうめちゃくちゃ音楽聴く子だったので、テレビ見ないけど音楽が聴いてるみたいな。平成のヒット曲で調べてみよう。そしたらもうちょっとあれなんじゃない？昔の曲も入ってそう。平成で最も歌われたアーティスト。残
酷な天使の手で花水木小さな恋の歌チェリースピッツのチェリー入ってる、グリーンの奇跡ほらねここに入ってる、でドリームスカムトゥルーの未来予想図、ポルノグラフィティのサウダージ、バンプオブチキの天体観測、ポルノグラフィティのアゲハチョウ、尾崎豊さんの I love you、 うわタッチって何、タッチタッチここにタッチあなたからですか、手を伸ばして、うわシングルベッドで夢とお前入ってますスザンオールスターズの津波、エブリリトルシングのフラジール、あ懐かしい、なんか聞いたことあるかも、ジュディ&マリーのその大嫌いだったそばかすをちょっと人舐めしてため息を一つ、星うららいも当てにならないわねえ、なんで歌えるんですか、思い出はいつも世界に一つだけの、世界に一つだけのフラワー、天城越えありますね、で粉雪でしょ、グリーンの愛歌、えグリーンの愛歌ってどんな曲でしたっけ、ねえ大好きだ君へ笑わないで聞いてくれか、はい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 、わかりました、中島みゆきさんの糸、たーての糸はあなた、よーこの糸は私、オレンジレンジの花も入ってる、花びらのね、ゆずの栄光の架け橋、栄光の架け橋へと、夏祭りって何、君がいた夏は、スキマスイッチの奏で大好きなんですよね私、君が大人になってくその季節が、悲しい歌で溢れないように。3月9日。レミオロメン。ロミオレメン？ホワイトラブ、スピード。千本桜、夜に紛れ入ってますね。君の声も聞こえないよ、ここは宴やばい、福山雅治さんのさ、君をずっと幸せに風にそったやはりは今も愛のままで、あります、あのさ、なんかあれだよね、福山雅治さんってさ、ボリュームをさこうやってないのにこうやってるみたいなさ出し方するよ、なんで首が届けたくて雪の花、うわ
今年最初の雪の花ちょっとモノマネ入るんだよな。夏色、え、夏色って何？この長い長い左坂ですか？懐かしい三日月。ずっと一緒にいた二人で歩いた一本道ちょっと入るんだよね、憑依二つに分かれて別々の歩いたくシークレット君と夏の終わり将来終わりなんとか終わりみたいなやつあるよね。寂しさで溢れたこの胸抱えて今にも泣き出しそうな空見上げて声切り替えるのめっちゃうまいあゆない、あゆ浜崎あゆみさん、浜崎あゆみさんの歌で私一番好きな歌なんかあったんだよな、なんだっけ忘れちゃった。小袋とれながらさ、あれでしょ、曲がりくれたんでしょ私が一言それ言うだけで男子が全部やってくれるんだからハモリまで教室で誰かが曲がりくれたんですね、教室で誰かが曲がりくれたら絶対やってくれる男子がいたんです、野球部のね、無駄に歌だけ上手いやつ、道の先にってやってくれる人小さな光まだ遠くてって言ったら見えなくて見えなくて遠くから聞こえてくるんだから全部やってくれるんだから本当に、うん、中学校の時ね誰かが曲がりくねるだけでやってくれるんだよ、最高だったんだから。違うよ、信じて行こうだよ、教室がコントすぎるでしょ、懐かしいな、そんな歌もありましたね、平成ヒットソング、グレイ、グレイわかんないんだよね、私全く通ってない、すまそう、グレイマジでわかんない、私の時代何入ってたの、恥恥とか、うん、流行ってエグザイル、エグザイル、エグザイル何世代かな、私エグザイルティアモ世代です、
キスをするたびに目を閉じてるのは君は希望の光思う明日を見たくないからダルクアンシエル友達めっちゃ好きやったな。ラバーズアゲインってどんな曲だっけ。うわ懐かしいな。ラバーズアゲインってなどんな曲だっけ。うわーオカザイル、そうそうそう、マジでその世代です。ああ一人では愛してる証さえ曖昧で虚しいだけでしょ。はいはい来ました来ました。やっぱちょっと本人降りてるよやっぱちょっとねちょっと降りちゃうんですよね。あれだからあの24カラッツ時代でしょ。24カラッツたった一人一つの真実を口に叫べ Oh Let me he say Oh、うん、ジャージ持ってた、あのね持ってたあのね持ってましたね。こればっかりは流行ってたからね。もはやオーディション受けました。マジで？すごい、それはすごい。流行ってたよね。めちゃくちゃ流行ってましたよね。エグザイルね。周りの子みんな好きだったもん、エグザイル。39銀河鉄道さあ行くんだその顔をあげて。リカあの曲好きだったよ。ジャリー・トゥ・ダ・サーでしょ。24ワールド、ワールドになってくるとちょっとわからないんです。すみません。一次審査と、通りそうだってぽいもん、めちゃくちゃ。チューチュートリーなんか全員踊れるからね。ときめきを運ぶよチューチュートゥルドゥドゥッドゥドゥッ。あれだってリカダンス習ってたから全員アップで踊ってたぐらいのテンションだった。もうでも私らの時期チューチュートレイン夏メロでしたけどね。
宇多田ヒカルさん、え、宇多田ヒカルさんってあれじゃん、退屈な毎日が急に輝き出したとかじゃない、私らの世代。フレーバーオブラブ、マイフレーバーオブラブ、待って、なんだっけそれ、僕はクマ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 、車じゃないよ、クマクマクマ、あ、それです、ありがとうと君に言われると原田やん、なんだか切ない、さようならの後も溶けぬ魔法、淡くほろ苦い My favor、 え、だからこれだって、着メロそれだった、みんなこれじゃなかった みんなこれだったよね、花壇だな、あれあれは、会いたいよ君の、行きたいよって花壇、君のところへ今すぐ駆け出して行きたいよ、違うか、マクナで花壇だ、そうだそうだ、懐かしいな、何も見えない、怖くても大丈夫、この曲も好き、でもリカ、あの愛子さんがすごい好きで愛子さんの曲めっちゃ聴いてたんですけど、愛子さんの、え、キス肌だっけ、もう花壇違うか、ドゥルルルドゥルルル、友達だなんて一度も、あいこめっちゃ聞いてた、私もめっちゃ聞いてた、え、私ちなみに一個、あの本当に自慢させてもらうと、あいこメドレーいけます、アイコメドレー刺さりますよね、この世代の人たち みんな深爪してシルバーリング黒くしてましたよね、どうですか、少し背の高いカブトムシはね、にわかんですよカブトムシに限っちゃにわかんですよ、ボーイフレンド、テトラポットの場合ってて先に何で靴飛ばそう、あー
あなたが私の頬に。早く会っていたい。なんだっけそれ。なな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 。唇噛んで、なな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 。なしかめてたら、なななな。なそれがあれじゃない。テトラポットのボーってじゃない。歌声素晴らしい。いや私あれですよ、マジで入れたら歌います。曲が流れたら歌います。ちなみに愛子さんはめっちゃ好きでしたね。あと加藤ミリアさんと愛子さんはもう全部いけます。全部いけます。加藤ミリアさんも地方E型なんだって。加藤ミリアさん下ろしちゃう時が時たまありますね。おやおや、これはどうしたものか。なるほどね。加藤ミリアさんはめっちゃ聞いてましたね。だっけ、なんか一生本屋で流れてる曲、うわなんだっけ忘れちゃった。ちょっと待って、なんだっけ、思い出せない。ちょっと待ってね、今思い出すね。ジュジュさんの、ジュジュさんの曲なんだっけ、うわ出てこない。ジュジュさんのうわジュジュさんの曲だよ、映画の主題歌。明日が来る、違うそれじゃない、それだ。あなたを包むすべてが優しさで、これめっちゃ聞いたよね、あの頃の曲じゃない、これも。明日が来るならは一番有名なやつでしょ。明日が来るなら何もいらないよ、ただ君だけに笑ってて欲しいかな、君に会うためだけに生まれてきたのなら焼き付けたい Every moment in my heart。 聞きすぎでは J-POP、 今でもよく聴いてしまういい曲、うん、この曲めっちゃ好き。1秒でもいい、あと少し君のそばにさせて。
懐かしい懐かしい フューチャリングジェイドねちょっと待って夏いなフューチャリングジェイド夏い奇跡を奇跡を望むなら泣いてばかりないで生き物係さんはもっとドゥドゥのあれです。僕の心もそういっそグーグー弾けてたいんじゃない。 It's joyful パピープペポパブージョイジョイジョイパピーなベイベードゥ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 ダーリンダーリン心の扉を叩いてよ幸せの意味に気づいてゆくあなたとならばこの街を抜け出せる。なんだっけこの曲、何の主題歌っけ。今すぐ連れ出してマイスイスイダーリン、なんだっけ、あ、なんだっけ、気まぐれロマンティック、てて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 て退屈な運命に飽き飽きしたの知らないここまで解き放してそれです。そのドラマの主題歌だ。すっきりしためっちゃ好きだった。ブルーバード羽ばたいたら戻らないとして目指したのは遠い遠いあの空でで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 悲しみはまだ覚えられず切なさは今掴み始めたあなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく失う世界の夢から目覚めてこの羽を広げ飛び立つ羽ばたいたら全部歌えるんだから私なんて。こんな J-POP しか聴いてない時代なんだから。ありがとうって伝えたくてあなたを見つめるけど繋がれた右手はまっすぐな思いを不器用に伝えてる。いつまでもただいつまでもあなたを。We are fighting Dima 高みを目指して fighting Dima なりふりがまわずファイティングディーム。おりおりおりおまずまばしゃらいなうな。なるとやめて。それ違う記憶の扉が開くから。なると大好きなんだから私。ナルトメドレーは、
ナルトメドレーなんて余裕のよっちゃん以外ですよ。銀魂メドレーはちなみにいけます。銀魂メロディーもいけます。イケメン最高。それはそうなんだよね。どんての道を歩く彼女は雨に怯えてるので、僕も映画も行けますか。映画どんな曲あったっけ。いや映画どうだろうな。進撃の巨人進撃の巨人ってさ、てでてっ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 てでしょ。違うっけ。あららさっさらなんだめなんだてれれって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 イエーガー合ってるでしょ。え、アニメ主題歌ってでも何を覚えてるかな。それ当時おじゃまじゃドレミトゥルルルテレテテ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 テトゥルルルテテ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 テ。大きな声で夢ピリカ、それは米米。はい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 。電話かかってきた。何用。プリキュア？
ドラゴンボール GT、 カードキャプターさくら、え、カードキャプターさくらのさ主題歌どうなんだっけ、めっちゃ見てたよ私。カードキャプターさくらの主題歌調べよう。ちょっと待って、カードキャプターさくらわかるから、ちょっと待って、本当に待って、カードキャプター、あー、いや、キャッチピー、キャッチピー、ダンスイナス、待てー、こっちを向いて、好きだと言って、そう、ナイスミッチュー、ゲッチュー、シーユー、キットー、でしょ？はい、はい、はい。はい、来ました。ドラゴンボール GT って何？私、最初の、雲を突き抜け、ファイアウェイ、体、銃、宇宙に広がるパノラマ、顔を蹴られた地球が起こって、火山を爆発させる、溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね、はい、チャラへっちゃら、何が起きても気分はへのへのカッパ、はい、チャラへっちゃらスパーキン、でってってって入るやつ、そんな突然歌えるもん歌いすぎる歌詞は覚えてるよ。おじゃる丸も見てましたよ。まったりまったりまったりな、急がず焦らず、ドゥドゥドゥ、マイローカー、あれか、だんだん心惹かれてく、なんとかかんだだだだだだ、忍たま乱太郎なんて、あれだよ、オープン、じゃああれ再現できる、こうやって卵出てきてパーンって割れて、てーん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 、はい、がっかりして全部できんだから、そんなのはあれ再現、あの全部やる。どうしたんだい、太陽みたいに笑う、君はどこだい、ウォーウォー、やりたいことやったもん勝ち、青春なら辛い時はいつだってそばにいるから、夢はでかくなけりゃつまらないだろう、胸を叩いて冒険しよう、ヘイヘイ、そうさ 100% 勇気、もうやりきるしかないさ、全部歌えるんだから。見てたのよ、 NHK も見るし、全部見るんだから、アニメなんて。そうだね。
小話したらまたボブとブーブーズ出てくるよ。ボーブとブーブーズやってくれるかい。ボーブとブーブーズ Yes we can。 ボブとブーブーズ知らないでしょみんな。こいつジョージね。知らないことたくさんあるよねあるよねだってるやつ知らないでしょ。さあ冒険に出よう、何でもやってみよう、ワクワクドキドキ始まるよ。猿のジョージ、今日は何が待ってるの、冒険かな友達かな。入ってんのよ土曜日の朝に。いけいけがんこちゃんがんこちゃんとか大好きだったからね。夕方クインテも見てたよ。夕方クインテスクインテスクインテ夕方クインテ全部見てた。その時間帯のやつ全部見てた。ちなみにちなみと日本語で遊ぼね。日本語で遊ぼも見たけど、お母さんと一緒誰世代ですか。私ほんとドンピでひろみちお兄さんなんですけど、ワクワクさんも見てたよ。ワクワクさん いなくなったんだよね。いなくなったっていうと語弊があるんだけれど、ケンタロウお兄さんですね。もうもう覚えてないか。そうだよね、お母さんと一緒めっちゃ覚えてない。パワーアップじゃないの。ストレッチマンまで見てたからね。めっちゃいろいろ見てるじゃん。めっちゃいろいろ見てんのよ。ごめん。あれも見てたし、ディズニーのなんだっけ、ロッキンじゃなくてなんだっけ、あ忘れちゃった。あなんかディズニーチャンネルじゃないけどなんだっけ。ニコニコプン世代です。ちょっとわかんないです。とんでもない知識量だと思います。テレビっ子だったからね。自分が出るようになってテレビ嫌いになっただけで昔はめっちゃテレビ見てましたし、一生キッズステーションか、なんだっけキッズステーションか、あれ入ってた、スペースシャワー TV。だから音楽めっちゃ聴いてたんですよね。アニマックスも入ってた、ファミ劇も入ってた。
ポンジボブも見てたよ。やばいよね、エンタメが飽和してた自分の中で。でもまあ引きこもってたから友達いないし、家にいる時間長かったのかも。だからなんかすごいあれなのかも。本もめっちゃ読んでたし、本超読んでた。なんか小説系もなんか全部飽和してた、エンタメが。そこで鍛えられた語彙力、いやどうだろう。でもアニメも漫画も全部読んでたから漫画も全部コチトラチャウと仲良しで育ってきてるので。知ってる？チャッ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 。あとチャオのよくわからんいじめっていう漫画ね。目がこんな、脳みそ侵されてるやろ、目に眼球で脳みそもうほぼ埋まってるやろみたいな。少しだけアニメで見たこと、人を呪わばアナフタってね。いっぺん死んでみる。リボン派でした。リボンはわかるよ。リボン買う時もあったけど、チャオと仲良し派だったね。付録が良くて、やっぱり仲良しは可愛いんですよ。めちゃモテ委員長とかやってたからさめちゃモテ委員長と、なんだっけヒラリンレボリューションとめちゃモテ委員長はやっぱ必須なんよね。うん少女漫画もしっかり読んでましたよと。聞いたことあるでしょ、めちゃモテ委員長で得た知識すごい役に立ってるから。いまだにカバー範囲、いやジャンプも読みますと。ジャンプも読むけど、チャオ仲良しも言ってます。いや俺様キングダム夏、いや私のジャンプの時代ってあれだよ、ベルゼバブとか、あとなんだっけ、なんかやってたん知ってる？それこそナルト銀魂全盛時代なんで、ちょっとなのにワンピだけ通ってないっていう。黒子のバスケ、そうですそうです、はい。こんあ同時期にガッシュベルとかもやってたでしょ。ハガレン、ガッシュ、フルーツバスケットも知ってる。知ってるけど読んでたかな。ボボボボボボボはコロコロじゃなかったでしたっけ。コロコロコミックあった気がする。サンデーか、もう覚えてねえわ。すげえ全然覚えてねえわ。デンジャラス爺さんとかね、
懐かしい。なんかたまにさ、こういう懐かしい話にショールームでなるけどさ、ついてこれてない人たち大丈夫そう？なんか思うんだけどさ、ほんと申し訳ないね、同じ世代の。人にしか刺さってないよね、これ。大丈夫かな。でも私男女いけるから、男子の女子も文化ついていけるから、これで育ってきましたっていうのをほぼ網羅してるんで大丈夫です、いけます。頑張ってしがみついてる。カードキャプターサークラとかエンジェリックレイヤーとかわかんないし、私大好きだったんですけど。トリコね、美食家、美食時代ね、なんだっけ、もう触りだけ知ってますよ私。でなんか透明なスープを一生こう探し求めて、でなんかあのこんなに食材が入ってる、なんでこんな透明なんだみたいな話を読んで、こんなことがあるのかって思って見てた。いやなんかセンチュリースープスープ、センチュリー何世紀を煮込んでるみたいなやつね。そうそう、センチュリーズ。それです。それそれそれだけ知ってる、めっちゃオーロラ出るやん。あとさ、焼きたてジャパン知ってる？焼きたてジャパンから始まったよね、あのなんか料理食べてリアクションで物語が進んでいくみたいな、流行ったんですよその時代。クロワッサンのことクロワサンって言ってね、こうやってスプーンで黒いの割ったら黄金のクロワッサン出てくるみたいな。懐かしい。ちょっと待って、本当に無理。焼きたてジャパン知らない、じっちゃんが言ってたんだよ、俺のじっちゃんが言ってた焼きたてジャパンめっちゃいい。ねえ本当に無理無理なんだけど、結界石も好きだったし。ついてこれてる？みんな。わかんないよね。わかんない人わかんないと思う。最初のシーンで、あの、食パンに納豆をこう、かけるんです、おじいちゃんが。で、そんな合うわけねえだろ、みたいな。俺が納豆にはパン作ってやるっつって、パン作るんですよ。で馬になんか食べさせたら馬がすごいリアクションしてうめえみたいな、それでなんかあこれでいいのかのみたいな感じの。焼きたてジャパンです。センチュリースープでちょっと記憶よみがえりすぎて死んだ。死ぬ死ぬな。絶対死ぬな。いや懐かしいな、めちゃくちゃ懐かしい。ありがとう、なんか逆に分かってくれて。トリコ好きだったので。あ、そうなんだ。夏いよね、トリコめっちゃ見てた、私見てたけど全然覚えてないわ。もう焼きたてジャパンの主人公新潟から来た。そうなの？これは知見。ごめんね、みんなついてこれなくて。ほら、みんなのついてこれそうな話をすると、ちゃんと紫のワンピース着ましたよー。なーんて言ってますけどね。紫色のワンピースです、これが。かわいいでしょう。なーんて言ってますけどね。シャメ撮るの忘れてた。シャメって言わない。写真撮るの忘れてた。メール送ってないや。
記憶よみがえりすぎて5位まで遡ってしまった。シャメって言わないよね。シャメ取ろう。シャメって何？怖っ。ガラケー時代の名残。シャメロっていう単語がもうな死語になりつつある。シャメールっていうのがあってね。わかるわかる。シャメって言わないよ今。シャメって言わないよ。だって昔シャメ会って言ってたよね。シャメって言わない、言わないよ。シャメ言わないです。シャラインその系譜で言ったらシャラになるだろう。スクショ、いや普通に写真、写真いまだに。シャメ死語だよ、やめな。平成を生きた名残がくっきりと自分の歴史にこびりついてるよそれ。シャメールの略ですね。そうなんだよね。何これ、パケホ。いやどんどんなんか写真撮ろうっていうね今ね。もうね写真しゃべろうとは言わない。あとなんか動画撮ることの方が多くなった。パケ代？動画撮るくない？今今日の配信15年ぐらい遡ってわかる。なんでこんなにもジェネギアを感じるよね。わかるよ。チェキとか、チェキは今でも撮るけど逆にエモいみたいになってるよね。エモくていいみたいな、チェキエモくていいみたいな。すっごい年感じたけど、わかるわかる。私も日々感じる。なんかどんどんそうやって文化が昔になっていくんだと思って。お洋服とかもさ、なんかハイソックスダサいみたいなさ時代なの我々ハイソダサい時代なんだけど、なんか韓国で今流行ってて一周回って流行ってるよね。とかうん。でもなんかダンスの発表会とか、私が小学校低学年まだちっちゃい時にやる時ってレッグウォーマーみたいなのめっちゃ流行ってて、レッグウォーマーつけてたんだけど、レッグウォーマーっていう言葉すら今懐かしいなと思ってるぐらいなんだけど、なんか厚底の靴に末広がりの裾広がりっていうのレッグウォーマーつけて、このふくらはぎのところでこうやって絞ってゴムで止めるみたいなやつがめっちゃ流行ってて、それも今めっちゃシーンで流行ってんの。怖くない？震えるよね。でまあなんか私は学生の時とかにもハイソとかダサいみたいな感じだったけど、今またニーハイじゃないよ、ハイソってわかる？あの膝下ぐらいのハイソックス流行ってんのよ。これがまた怖いよね。
慌てて買った急いで急いで買った。うん、レッグウォーマーというもの、そう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 、あのミニモニとかの時代に流行ってた。ミニモニの衣装とか全部レッグウォーマーついてるね。ね、サンバイザーとレッグウォーマーだってあれでしょ、ラブ&ベリー、おしゃれマジラブ&ベリーもサンバイザーあったもん。おしゃれサンバイザーみたいなやつピチティも流行ってるしね、へそ出しルックみたいな。へそ出しルックそうとは言わないだろうに、今なんていうの、クロップド丈、そうよ、我々ちっちゃい時ギリでアムラシノラでしたから。で、原宿にはデコラーがいた時代、ピン止めいっぱいピーってつけて、で前髪とか虹色になってる人たち、ピースはみなこれピースはみなこれ。チョベリバー、それもうちょい前かな、それもうちょい前かな。我々の世代流行ったのなんだろう、まあ、マジ、うん、私らの世代に流行った言葉って何、チョベリバとかってちょっと前だよね。私もなんかそれってちょっと激おこムガチャクファイヤー激おこプンプン丸だ、激おこプンプン、激おこスティックファイナリアティープンプンドリームとかありましたね。あげー、そうそうそう、あげー、段階がめっちゃあった、そうそうそう、だからちょっと前なんだって。ニグラム先生が一生一人で昔にいる、ヤバタニエン、それ最近なんだよな、ね、最近じゃない、ヤバタニエンとかって意外と最近ですよ。もうちょい1個前、その何、ブットビーとか MK5 とかあのチョベリバーの後で、ヤバタニエンとかのちょい前のこの間、我々この間、我々のね、ナウ、うわー、それだー、ナウ流行りましたね、ナウ、何々ナウ、なんやねんそれって思うよね。でも今ナウだね、それだそれだ、その世代です。
ツイッター世代だ。ツイッターファボリツだった時代なんで、まだファボリツ。それわかんない私。なんていうのそれ。つねたかし誰？つねたかし誰？私小野隆しか知らない。私のファンの人。常隆誰？常識的に考えて。知らない。常隆かと思った。私それ知らないわ。ネットスラング？何だろう JK。 あーでもそれ結構なんかコアなあれじゃない？掲示板とかに書く人たちの言葉じゃない？私ギリにちゃん通ってないので。初めて知ったもん。アイドルになってからその掲示板みたいなの初めて知った。まとめサイトとか初めて知りました。アイドルになってからツイッターで生きてた。ツイッター、ツイキャス。ミクシー。はあ、ミクシーもあんまり。マイミクでしょ。私全力プロフ派でした。ならば2010年の流行でしょ。やっぱ2010年あたりなんですよね。私らのね。ナウってみんな言ってたもん。どこどこナウ。あ、なんていうんだ、ガッチゴーチナウみたいな。誰々とゴーチナウみたいな。ガッチって読むのあれ。ガ合う、うん？どこどこで。あ、それそれ、それなんて読むの？ガッチ？ガッチでいいと思う。ガッチナウみたいな。みんな言ってたな。なんか初対面の人にさ、なんかワズウィルね、ワズウィルナウ使ってたね。みんななんとかワズみたいな。今もう言わないよね。今何流行ってんの？私今知らない。おばちゃんになったなぁ。懐かしすぎて鳥肌立った。なんか自発ください。自発くださいだって。ファボリツよろしくお願いしますみたいな。FF は今も使う？フォロワー。FF5。5ってさ、結構オタク用語だと思う。なんとかん5。5は今も使うんじゃない ?FF は現役ですね。今も使ってる人いるよね。FF 自発も使ってて。使ってる？本当？何々の人自発くださいみたいな。拡散希望。懐かしい。
とかなんか笑った終わった。なんかそういうの流行ってお、なんか OMG とか GGR とか。とりま、とりわず。とりまって言ってる人いたわ。え、とりまなんとかだよねみたいな。今もなんなら使っちゃうんだけど、私取りまって死語ですか。取りまこうしたらいいんじゃないみたいな。え、取りまって言っちゃうよね。わかる、染みついてんだもん。でもそれ実は死語ですみたいな言われたら辛いな。取りま、とりあえずまあ標準語だろね。なんかマジみたいにさ、神格化した流行り語みたいにしてほしい。トリマはトリマとかリとかリョーとかはさ、もうマジとかめっちゃとかに並べてほしい。だってマジとかめっちゃもさ、あれでしょ、流行ってそのまま神格化されたみたいな、殿堂入りみたいな感じでしょ。あまりにもみんな使いすぎてみたいな。だからそうしてほしい。取りまって超使っちゃうもん。逆に言わなくね、わかんない、やばいみたいなさ、なんか神格化、一個神格化してほしいよね。トリアも言うね。トリアなんとか、トリマなんとか。トリアは初めて聞いた。え、トリアっていう、トリアなんとかしようって、トリア陸入ってから考えようとか。とりあえずリクインパしてグッズ買ってから考えようって。抽選なんだみたいな。馬先。そうだから馬刺しなんだって。馬先って何ね。じゃあお前らつま先のこともま先って言えよ。なあ、バイト先で馬先ならつま先のことま先って言えよと思わない？っていうぐらい違和感なんだけど、私からしたらバイト先のことバサキっていうの、糸とだけやん。そうだよ、つま先のことまさきって言ってほしいし、指先のことびさきって言ってほしいし。なんでそんな、なんでそんな略したがるの。まあでもな、言えないか人のこと。ダンスの時とかにさ、右足左足つく時ってこうやってミーヒーですかって言っちゃうもんな、私。
ステップの時とかミーヒーミーとかって言っちゃうから。世界の人に至ってはカカツマカカトトントントンって言っちゃうしなと思って、うん、そうだよ、左肩引き左回りとかひー引きひまわりだよ。知らないでしょみんな。ひー引きひまわりですかこれ。右回りは見回りだし、左足かけ右回りとか言いたくないでしょ。ひかけ右回りって言ってるもんな。そりゃそうだ。まあ懐かしいお話に花がひまわりが咲きましたということで今日の配信も終わりたいと思います。はい、7位がステラさん、6位が元吉さん、5位がリュウジさん、4位がおまめさん、3位がチッチ、2位がたたずみのほっかさん、1位がてりもきバーガーさんです。ありがとうございました。はい、楽しかったね今日の配信も。だいぶ回復したんじゃないですか皆さんね。あの干からびてる方何人かいらっしゃいましたけれども、大丈夫そうですか。ちょっと待ってね。ありがとうございました。私今ランキング読んだよね。なんか明日はできるかな。で明後日がおしゃべり会。そんな感じですね。ありがとうございました皆さん。踏んでおいででした、ありがとう。しゃべり会楽しみ。何の服着よう。みんなはリーキャンディ着てくるんだよ絶対に。あった絶対リーキャンディ着てくるんだよ。リーキャンディ着てこなかったら呪い殺すからね。待ってる、なんでリーキャンディ着ないのって私聞くからね。リーキャンディ買ったよね、リーキャンディなんで来てないのって聞くからね。やっぱ大丈夫そう。うん、あとウサギってさいつ届くんだろう。届いた、もう届いてないよね。なんかあれあった、お知らせあのお便り、 お便り4月末あ下旬か。そうなの？
待ち遠しいね。うさぎも早く来てほしい。だってトレーラーなんてもう着れなくなりますよ、5月。でもまた雨降ったら寒くなるかな。ね。そしたらぜひ着てきてください。裏起毛じゃないので、多分着やすいと思います。梅雨でも。うさぎも早く来てほしいし、次のお話から絶対にリーキャンディー来てくるんだよ、分かった？来てこなかったらどうなるか分かったよね。そうだよね。ありがとう。バイバイ。明日も多分配信できます。はい。何時になるかちょっと分かんないですけど。